あなたはどんなお菓子を作るの？食べてみたいな。お菓子を作っているときって集中できるからいい気分転換になるんだ。甘くてふわふわにできた。あなたも味見してみる？え、クリームついてる？イベントで他のスクールアイドルに会うとついじーっと見ちゃうんだ。衣装の質感とか縫い方とか写真や動画だけじゃわからないんだもん。服だけじゃなくて小物を作るのも好きだよ。いつかミューズのグッズもデザインしてみたいな。歌声に乗せた小鳥の思い、伝わりましたか？私の衣装は爽やかな緑色。でも、どんな緑にしようか、すごく迷ったの。あなたの願いがちゃんと叶いますように。今日の放課後お買い物付き合ってくれない？どうしても買いたいものがあって。ホワイトデーのプレゼント何にしよう。特別な贈り物って悩んじゃう。この衣装ならクールな私になれる。どう？似合ってるかな？海ちゃんは小さい時から恥ずかしがり屋さんなの。次の衣装どうしようかなって考えてる時が私は好きだな。だってとってもワクワクするんだもん。どんな壁でも乗り越えられる、そんな勇気が湧いてくるお洋服を作りたいな。この衣装、元気な曲のイメージに合わせてみたの。どう？似合ってるかな？お腹空いちゃったな。一緒におやつ食べようか。大好きなものに囲まれてるとニコニコしちゃうよね。イメージがどんどん溢れてくるんだ。
ドルの明かりって癒されるよね。お風呂で灯すのも好きなの。ココアにはマシュマロを入れるの。ウミちゃんには内緒だよ。みんなのイメージで衣装を考えるの好きなんだ。みんなが思いっきり踊れるように丈夫な衣装を作ってるんだよ。甘いものを食べて一息つかない？美味しくなる魔法をかけてあげる。誰かを笑顔にしたいって思う気持ちを大切にしていきたいな。新しい振り付けを思いついちゃったかも。後で見てもらってもいいかな。衣装のデザインを考えるのも作るのも着るのも全部楽しくって大好きだな。一緒にコンビニに行かない？コンビニ限定の新作チーズケーキ、すっごく美味しいの。はなかちゃんと一緒にいると楽しいことがたくさん起こるんだ。おかえりなさいませ、ご主人様。小鳥のラブをあなたにプレゼントしちゃうよ。あなたがこの間買ってきてくれたチーズケーキ、また食べたいな。あなたのことを考えると胸がギューってなるの。なんでかな。あなたのアドバイスのおかげで完成した衣装だよ。どう？見て見て。虎になった小鳥はあなたのことどこまでも追いかけちゃうから覚悟しててね。桃、お疲れかな。あなたのこと小鳥のマッサージで癒してあげちゃう。お風呂上がりにアロマを焚いてのんびり過ごすのが最近の小鳥のマイブームなの。この前ほのかちゃんと一緒にうみちゃんの弓道の試合を応援しに行ったの。うみちゃんすっごくかっこよかったんだ。衣装のことを考えてたらつい夜更かししちゃった。この間マキちゃんがカナンさんと天体観測に行った時の写真を見せてくれたの。すっご
しくできたらあなたにも食べてほしいな。舞踏会があったらあなたと一緒に踊りたいな。この衣装を着てるとまるでお嬢様になったみたい。これな